こんにちは、竹島社長です。すいません、ちょっと喉がね、喉が風邪治ったと思うんですけどね、まさかのコロナ、そんなことはないよね。まあ、それは冗談ですけども、今日は、アルファロメオですね、156です。多分ね、セレスピードっていうやつだと思うんですけどもね、はい、ね、156、まあ、なかなかかっこいいお車ですよね。はい、その当時はいう感じですね。ちょっとね、この辺残念なんですよね。だからこれももうね、オークション会場持ってっちゃいますんで、はい、カセさんでね、ちょうど載せるか載せないか考えてるところでございます。そしたらね、チャンネル登録と、高評価、それと、Twitter、Facebook、ブログとね、概要欄の方からコードの方お願いいたします。じゃあこのままね、車ちょっと見ていきましょうか。フロントね、そんな大したことないんですけどね、なんであそこ続けたのかわからないんだよな。ね、欧州車独特ですよね。ブレーキの後はね、もうすごいですよね。この辺ちょっと傷ありますね、ちょこっとね。ミラーもちょっとあるかな。あとはリアドア、リアドアね、こっからこの辺ぐらいと、こっからこのぐらい、あとこの辺チャッチャッとあって、この辺からこの辺は3本ぐらいでチャッチャッチャッとありますね。あとアーチ、ギアのアーチもねありますね。ね、セミオートマなんですよ。自分でギア上げていかないと全然ギアが変わっていかないんですよね。この辺の傷がね、チャッ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 とね、あります。あらもここね、ドカーンとありますね。ドカーンとね、困ったもんですね。はい、まあ、外装そんなもんかな。オークション持ってくんでね、そんなに一生懸命ご説明させてもらってもねっていう感じなんですけどね。こちらの方は試写取り車ですね。はい、試写取り車になります。買い取り車ではありません。まあ、まあ、結局一緒なんだけどさ、そんな感じです。さあちょっと内装いきます。一瞬さっきね、前がこういうドアノブじゃないですか。で、後ろないやん、どうしたんだこれと思ったら、さあここにあるんだと思ってね、びっくりしちゃいましたね、一瞬ね。はい、頭が真っ白になりました。どうやって開けるのと思いながらね、まあよくよく考えたらそうだと思ってね。はい、パネル類です。ね、よいしょ。指がね、今ちょっとこの辺がね、あ、ちょっとこだ、この辺がね、ちょっと痛いんですよ。痛いからね、ぶつけたくないんですよね、今ね。まあそんな話はどうでもいいでしょうけど、距離ね、51,769キロです。なんかちょっとアイドリングが不安定だな。ちょっと低いんちゃうかな、これね。で、スラーダの DVD ナビゲーションですね。で、これは問題の、シフトですね。これどんどんこうね、上に上げていくと、ギアが上にあって、下に行くとシフトダウンですね。でこっちにすると、こっちにするとニュートラルで、後ろにすると、バックって感じですね。ちょっと慣れないとね、やっぱりちょっと難しいかなと思うんですけど、まあまあでも楽しいですよ、これね。実際街で乗ると楽しいんですけどね、こういう駐車場内はね、めんどくさい。なんかね、動くのがすごくとろいんでね、シフトアップ、シフト、シフトダウン、シフトアップでね、手元で、これハンドルね、これでね、シフト操作できます。よいしょ、ね、あとここにね、これがあるんですよ。見にくいんだよ、欧州車はさ。もうね、内装も全然掃除しないですよ、正直言ってね。はい、こんな感じです。あの、いたって、ね、しゃあないでしょ、こんなのね。そんなにしゃあないって言ったらあかんか。はい、助手席でーす。はい、これね、後ろの席ね。で、トランク。
ね、名人ですね。ちょっと待ってくださいね。よっ、どこだったっけ、これか。重いな、このエンジンじゃないや、ボンネットエンジンです。ちょっとエンジンなんかあんまり良くないんだよな。悪くはないんですけどね。はい、そんな感じです。じゃあね、今日はアルファロメオで156のセレスピードです、多分ね。はい、ちょっと確認はね、ちょっとどうしようかなと思いながらね、まあ、でもこのまま持ってっちゃおうかな、めんどくせえでね。値段も変わらへんし。そしたらね、チャンネル登録、高評価、それと概要欄がね、Twitter、Facebook、ブログと、フォローの方お願いいたします。じゃあ次回作業でバイバイ。